武器の取引だと？この間の逆恨み野郎がどうなったかは聞かねえが、俺たちに関係あるのか？ああ、これはドン・カミンロからネーロファミリーのドンであるマルコ・ネーロへの忠告だ。連中はネーロがすでに傘下に入ったと考えている。俺やレイがブリンラーレにたびたび訪れているからだろうな。はあ？いつ誰がてめえらのもんになったんだ。ったく、とんだ風評被害だぜ。それで俺たちが巻き込まれる可能性があるってことか。くそ、聞きたくなかった忠告感謝するぜ。しゅう、こんなとこか。ミカルのやつ、掃除をかけたポーカーにあそこまで本気になるとはな。親父なんかに引き取られなけりゃ、あの歌声で今頃はでっけえステージに。あいつはネーロファミリーにもこのカジノにももったいねえ。いや、言うべきじゃねえか。決めるのはミカル自身だ。なんだあの反射。通りの向こうから誰か見ていた。くそ、面倒なことにならなきゃいいが。なんだてめえら。せっかく人がきれいに掃除したってのに、店の中でいきなり好き放題しやがって。え？いつ俺たちがカミンロファミリーの傘下に入ったって？趣味の悪い冗談だぜ。奴らが今対立してる組織ってのはてめえらか。味方しろってんなら条件がある。俺との勝負に勝つことだ。手っ取り早く、ルーレットで勝負はどうだ？正直、この店に対して金はねえ。一回で終わらせる。ここで勝ちを拾えないような連中に命は預けらんねえからな。さあ、さっさとベットしな。